塩反応はアリルイに水素を持つアルケンとアルケン、カルボニル元などの二パイ電子系との間でシグマ結合の形成を伴う水素移動が起こる反応のである。この反応はディールスアルダー反応の基質の次元の一つのパイ結合をシグマ結合に置き換えたものと考えられる。そのためディールスアルダー反応に習い基質となるアルケンを塩、二パイ電子系を 親縁体あるいは救縁体と呼ぶ。アルケンを親縁体とする縁反応はクルトアルガーによって報告されたため、特にアルガーの円反応と呼ばれる。また、アルゲヒド、特にホルムアルゲヒドを親縁体とする縁反応はプリンス反応の名で呼ばれることもある。この反応はベリカン状反応の一種であり、反応中間体なしに水素移動とシグマ結合の形成が 競争的に進行する気候で起こると考えられている。カルボニル元などのヘテロ原子を持つ親塩体への反応では、ルイス酸を添加すると、その範囲によりルゴのエネルギー順位が低下するため、反応が加速される。しかし、この場合には段階的に反応が進行することもある。また、アリルイに水素ではなく金属を持つアルケを用いた場合、 炭素金属結合の切断を伴う金属移動が起こる。これを金属塩反応と呼ぶ。これは、旧電子剤を反応させることで、さらなる反応に用いることができるため、有用な骨格形成法の一つである。塩反応は、可逆反応であり、高温にすると逆反応が有利となる。この逆反応は、レトロ円反応と呼ばれる。ありがとうございます。